毎日やろにレイリアボー。皆さんこんにちは、鈴鹿市長の末松のり子です。新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、皆さんには外出を控えていただき、活動する機会が減っていらっしゃいますよね。お家の中でできることで健康維持に努めていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。この番組は鈴鹿市の皆さんがより健康を保っていただけるよう、お家でできる取り組みについてお伝えしていきます。体を動かす時間が少なくなると体力や免疫力が低下し、フレイルになりやすくなります。フレイル？フレイルとは健康な状態から要介護へ移行する時期です。この時期に適切な心がけを行うことで、要介護への進行を遅らせたり、健康な状態に戻すことができます。それではフレイルを予防する運動をご紹介いたします。運動の紹介は健康運動指導士の川浦秀美先生よりお伝えしていただきます。一緒に頑張りましょう。はい、腰回しを行いましょう。はい、肩幅に広げます。両手は腰に、頭を動かさないように行います。では右側から 1,2,3,4,5,6,7,8、 左へ 1,2,3,4,5,6,7,8。 膝を回す運動を行いましょう。姿勢はうつ伏せになります。痛くない方の足を上げてください。外側に3回回します。1,2,3、内側へを回しましょう。3回です。1,2,3。はい、下ろして足を変えます。外側へ1,2,3、内側へ1,2,3。はい、足を下ろして、股関節のストレッチを行いましょう。はい、足裏を合わせていきます。自分の方に引いて、さあ両肘で足を押しながら体を前に倒していきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、上体を起こしていきます。できる人は10秒以上目指して頑張っていきましょう。はい、かかとの上げ下げを行いましょう。はい、足は肩幅に広げます。両手は腰に、1でかかとを上げて、2でそのままかかとを持ち上げていきます。では一緒に行いましょう。1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4。毎日やろに